来月1日、西尾市に開校する県立西尾特別支援学校の内覧会が今日開かれました。知的障害、それに手足や体幹の機能障害を指す肢体不自由という2つの障害に対応した県内初の学校で、およそ2万6000平方メートルの敷地の中に教室のほか体育館、運動場、プールなどが整備されています。校舎は全面バリアフリーで、車椅子でもスムーズな移動ができるよう廊下は広めに作られているほか、体育館は地域の障害者スポーツの拠点としても活用されるということです。今日の内覧会に出席した大村知事は、愛知県の特別支援教育のモデルとなってほしいと話しました。始業式は来月7日で、小学部、中学部、高等部合わせて251人が通う予定です。